あれ、ひろきさん、今日やらないんですか？今日もやる？そっか。ひろきさん、結局文字書いてるじゃないですか。はい、正解でございます。正解です。ですね、まあ、ちょっとすいません、飛んだちょっと茶番を、してしまって、まあ、最初からですね、ちょっと準備、万端でですね、まあ、やるつもりだったんですけれど、そんなことはどうでもよくて、今日何についてお伝えさせていただくかと言いますと、昨日ですね、降板の時はうまくいかなかったっていう話を しましたね。まあ、偉そうにしたりとかしてた時は、うまくいかなかったっていうことで、ただ、ちょっと勘違いしている人が多いかなということを思いまして、できることをやらないのも高慢ということをですね、今日はお伝えさせていただきたくて、こうして動画を撮ってるわけですけれども、人間ですね、まあ自分はそこまでじゃないんで、みたいな感じでですね、よくですね、ちょっとお話ししてもらっていいですか、みたいなことを言うとですね、よくですね、まあ自分はそこまでの人じゃないんで、みたいな感じで言う人が多いんですけれども、それはですね、まあ自分ができることを、せっかく与えられた能力とかあると思うんですけど、それをやらないのもですね、怠慢と言いますか、本当に偉そうな態度ということで、まあそれも高慢になってしまうということをお伝えさせていただきたかったです。今日も一緒に頑張っていきましょう。ありがとうございます。